はい、どうもひこまです。今日はムックのコミュニティデイです。いまいちパッとしないポケモンみたいですけど、とりあえず第1目標として色違い、第2目標として高校大を目指して頑張っていきます。昨日倒し損ねたクリフがいます。倒していきます。クリフを倒してスーパーロケットレーダーをゲットです。これでいいかな。ドン。なんだっけ。これか。これじゃあミュウツーだな。 OK です。そんでもって次はサイコブレイクを打って時間を稼ぎます。もう一発時間を稼ぎつつシールドを剥がします。 OK です。怪力来てくれ。怪力、間に合わない。残念、間に合わなかった。怪力ポン。相手がゲージ技を打ってくれました。これでしばらく相手膠着です。自らの首を絞めていく。最後です。なんだろう。最後はバンギラス。これで終わりだ。 OK です。余裕でしたね。 OK です。ゴーロケットランリーダー倒す。ポケモンを救う。ゲットしただけじゃ救ってないんですけどね。リトレインして初めて救ったことになります。ゲットです。研究ゴーロケット団4ページ目終わりました。経験値を受け取っていく。そしてリワードを受け取る。血の砂線。スーパーロケットレーダー1つ。あんなに激しい戦いを見たのは初めて。あなたが味方でよかったよ。リーダーたちまでポケモンを置き去りにして逃げるのには驚いたけどね。そうなのか。確かにゲットしましたがね。でもリーダーを倒したので悪巧みを実行するのは止められたはずじゃないか。違う。榊という名のボスがいる。じゃあ榊を倒さなくては。ゴーロケット団のボスを見つける。ゴーロケット団のボスとバトルする。ゴーロケット団のボスに勝つ。やってやろうじゃないの。同時に続行リサーチの方もやるとどうなんですかね。バグれそうなんでやめときますか。桑原朝食代わりにたい焼きです。そうそう、昨日忘れたこのポヒのスキャン、今日は忘れずにやりたいとこです。というわけでまだちょっと時間があるのでたい焼きを買いたいと思います。やってるのか心配でしたが旗がはためいているのでやってそうです。たい焼き1つだけ買いたい。お客さんいますね。たい焼き食って大量だ。残念、12時からでした。はためいてるから買えそうなんだけどな。はい、というわけで開始3分前になりました。今回もねチケットを提供いただきました。ありがとうございます。頑張らさせていただきます。イベントボーナス的にはポケモンを捕まえた時にもらえる XP が3倍。そんでもってムックルを捕まえた際にムックルのアメ XL が入手できる確率が2倍2倍。そんでもってポケモンを捕まえた際に獲得できるポケモンのアメが2倍2倍。ムックルのアメそんな集めてどうするんだっていう話ですけど、いずれ化ける可能性もあります。そうなったらこういうこともあるんだなと思ってね、どんなポケモンでも頑張っていきましょう。とりあえず今回はほどほどにいきます。ポケモンボックスがね昨日のモノズでいっぱいなんですよね。うわー、全然飽きないわこれ。やばいな。39しか飽きない。ちょっと開けたつもりだったんですけどね。来る時に結構捕まえたんだ。途中で送りましょう。そんなわけで開始1分前です。始まったら速攻でこのジムにポケモンを置きに行きたい。3体置かれてます。まだ金ジムじゃないんでね、あそこは置きたいな。11時になりました。開始です。来ました。とりあえずD が来ないですね。再起動しないといけないのかな。来ました。ポケモントレーナーこんにちは。葉っぱが揺れる音、波の音、この世界はたくさんの音で溢れている。でも今日の風の音はちょっと違うね。鳴き声が混ざり合ったような音がする。ポケモンから来る音、ぜひ調べなくては。一緒に行ってくれるね。 OK です。行きましょう。ポケモンを10回強化する。ムックルを15匹捕まえる。ナイススロー5回投げる。 OK です。このためにね強化のタスクを取っておきました。ここです。ここで一気に獲得です。10回強化しちゃいますよ。234567890。 OK です。一気にタスク3件完了です。キーワードを受け取っていく。そんでもってね今日メガ進化しております。高タイプなんでねアメ XL もらえる確率が高まります。ではモンボプラスで取りながらこのジムに置きに行きたいと思います。なるべくなら初色違いは手動でゲットしたいところです。ただここまで行く間にモンボプラスが取っている可能性もあります。その可能性高し。では行きます。昨日と打って変わって人がすごい多いですね。まあ、あんな天候で来る人も少ないですけどね。まるで別世界だ。あ、クラシックカーのイベントもやってる。昨日は走ってませんでした。こちらがクラシックカーです。いやー、すごいな、ムックルが。ムックル爆湧きです。私はジムに置きに行く。こっちから行こうかな。こっちかな。あともう少しです。空き合ってくれー。そしてサルビアの花が綺麗です。じゃーん、サルビア天国です。赤チームなんでね、ぴったりです。果たして空きはあるのか、ポチッとな。OK です。ラッキーを置かせていただきます。やりました。事務経験値が入りました。ほい、こっちも空いてんのかな。こっちも空いてます。行きます。あちらもまだゴールドになってないです。石の橋を渡ります。ドド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 。では見ます。OK です。こちらは困った時のソーナンスを置かせていただきます。ソーナンス OK です。金ジムに一歩近づきました。いろいろタスクを達成しております。お、あとはナイスロー5回投げるだけです。これで、おお、来た。色違い来た。やりました。いや、色違いは嬉しいものですね。 OK、 グレート。ナイスロー5回。昨日スペシャルタスクのないコミュニティデーをやったわけですが、1時間は増えます。ただ何もないのね、動画的に困るんでね。まああった方がいいんですけどね。2回です。ムックル捕まえやすいかもしれないですね。あと3回が大変ですね。よいしょ。 OK です。あと2回です。ムックル捕まえやすいな。うわー、もう来ちゃったよ。早いよ。色違いあげっとしちゃってる。モンボプラスで色違いゲットしてました。まあ、ちょうど手動で捕まえたところ撮影できてよかったです。もう次から次に送っていきましょう。色違いだけは残していきます。2日連続コミュニティデーは辛いですね、ポケモンボックス的に。では送ります。77匹の空きです。ほい。OK、ナイス。あと1回です。クラシックカーが走っております。これで終わりですね。ほい。OK、ナイス。ナイスロー5回投げる達成です。ではまず1ページ目達成です。ノーマルボール15個、そんでもってムックルの飴20個、そしてここはなんだ、ムックルでしょう。ムックルで、おお、色違いだ。素晴らしい。でリワードを受け取っていきます。星の砂2000、お香1、ポケモンムックルかな、ムックルでした。現在のアメックス L は319個。すでにもうこんな持ってるんですね。早いですね。では次の D です。D、D、D、D。ムックルというポケモンの鳴き声だったのか、群れを作っているね。体は小さいが、羽ばたく力は非常に強いと言われているポケモンやっぱり疑問形が多いですね。羽で撃たれたら痛そう。小さい体に大きな力を秘めているポケモンのようだから、進化したら、ぐぐんと大きく強くなるのは想像できるね。もしくは横に大きくなって足や頭が増える。それはモノズだね。モノズをよく観察して進化の多様性というものを目の当たりにして以来、つい想像が膨らんでしまう。進化させて見せてくれるよね。やっぱり疑問形だな。では2ページ目です。ポケモン研究、ムックルを15匹捕まえる。ポケモンを10匹送る。ムックルを3匹進化させる。とりあえずうろちょろして捕まえていきましょう。もう全部モンポプラスでいいんじゃないかっていう話もありますけど。ああ、奥のファイヤーやりたかったな。孵化しちゃいました。では10匹捕まえましょう。その前ちょっとね、公園を偵察です。初夏の花の丘を見てもらいましょう。昨日はそれどころじゃなかったですけどね。曇天でね。この辺のサルビアまだちっちゃいですね。これからぐんぐん育ちます。今年もポケモン植物の季節がやってまいりました。もっと大きくなります。ポケストップ回収していきたいですね。エクセントスロー1回投げる。これ達成しときたいな。やるか。やっちまうか。これで可能なのかい？ガー、無理だ。とりあえず動きを止めての。よいしょ。あー、これでダメか。ストックだと？あー、これはどうだろう。うわー、ちー。おっと、もう一回チャンスをくれ。これも厳しいな。おお、ここはダメだ。厳しいな。ムックル、お前か。お前なのか。では行きます。おお、やったやったやりました。では、リワードを受け取っていきます。そんでもって無効です。この間購入したね、ちっちゃいクイックリリース。あれを今使ってるんですけど、とてもいい感じです。アクションカムにはもうぴったりですね。今日は暑いんですけど、そこまでひどい暑さじゃない。太陽が雲に隠れてるからかな。一応榊チェックです。榊チェック OK です。全然 OK。 そのうち気球が来るでしょう。リワードをどんどん達成していく。達成しました。あそこで受け取っちゃいます。前方からクラシックカーが来ました。こちらがクラシックカーになります。サルビアをバックに受け取っていきます。ではポケモン研究ムックル2ページ目達成しました。ムックルの飴ゲットです。いやまだだったポケモン10匹送る。123456789101112131415161819202122。おおいきなり個体値マックスゲットしてました。モンボプラス大手柄です。いや、もしかしたら手動でゲットしたやつかもしれない。後で確認すればわかる。まさか2日連続でマックスをゲットするとは思いませんでした。やっぱり無欲だよな。ポケモン宗教ができちゃう感じです。なもんでお金の執着もなくしましょう。では研究所に送る。ポケモン10匹送る。ムックルを3匹進化させる。まずは色違いですね。色違いを進化させます。色違い進化。何色になるのかな。おお、普通に進化しましたね。ガラッと変わる感じではなかったです。で、あとマックスですね。マックス。取れたてほやほやです。OK です。ムクバード。あと1体が難しい。過去に高個体捕まえてればそれを進化させましょう。ああ、シャドウもいるんですね。シャドウ結構捕まえてます。あ、そうだ。リトレーンに砂線なんで取っといたんですね。あ、一応いますね、高個体。98% が最高でした。ハイパーリーグなんかも取っといてあります。使わないと思いますけど。シャドウでもいいな。シャドウをすでに進化させてますね。じゃあ 98% にしておきます。そのうち反対が必要になるかもしれない。これで3匹目です。OK です。パイナップルゲット。そんでもってポケモンはなんだ？おお、ムクバードでした。今日は途中の進化状態も出ました。ムクバード。そういえば今日スマホクーラー持ってくるの忘れちゃったんですよね。このシートの活躍のしどころです。まあ本当ね、疑問なんですけど、気休め程度には冷えてると思います。じゃなかったら詐欺ですからね。消費者庁に怒られますよね。そんでもって2ページ目最後のリワードを受け取る。ここが一つ。そんでもってポケモンゲッチャンス。ムックルでした。では次です。カモン。さすがポケモントレーナー。ムクバードに進化したんだね。足が増えた姿を思い浮かべてしまったけど、一回り大きくなった。頭の上に長く伸びた羽、立派だね。進化しても群れを作るのに変わりはないみたい。群れから離れているムクバードの鳴き声は特に大きい気がするな。やっぱり群れの中にいると安心なのかな？そうであっても不思議はないよね。私もあなたがいなかったらこの世界のことをよくわからなくて心細かったはず。進化させてその性質にどんな変化があるか見よう。見よう。では、ポケモン研究ムックル3ページ目です。ムクバードを進化させる。ポケモンを10匹送る。モンボプラスさんがね、仕事しちゃうんで、ちょっと解除しておきます。お、園内に黒卵が出たぞ。タイミングがあったらやりましょう。まだファイヤーの動画撮ってませんからね。クレートスロー3回投げる。ストックのポケモンで達成しちゃいましょう。ズガイドスです。駆除。OK、グレート。ズガイドスです。あのイベントの時ですね。あのイベントは楽しかった。OK、グレート。カーボーのグレートスローを3回投げる達成です。ポケモンを10匹送る。これも一応取っときますか。ポケモンを10匹送る達成です。あとはムクバードを進化です。マックスムクバードをいけ進化です。ドン出ました。これは何て言いましたっけ？ムクホーク。かっこいい名前です。ホークだからタカも混ざってるんですね。改めてまじまじと見ると結構かっこいいポケモンですね。OK です。では3ページ目達成です。ムックルの飴ゲット。幸せの卵ゲット。スーパーボールゲットです。そして最後はなぜかロケットレーダーです。コミュニティレーなんだからね、すごい技マシンスペシャルにしてくれって毎回言ってます。ロケットレーダーは関係ないよ。ではリワードを受け取っていく。ロケットレーダー1つ。ハイパーボール。経験値ももらってく。圧倒されるね。このポケモン、ムクホークっていうの？立派な翼、頑丈そうな足、飛び立つ様子が雄大だ。小さなポケモンを掴んだまま、楽々と飛ぶことができるだって。すごい。ムックルもムクバードも群れているけど、ムクホークは違う。単独行動が好きという感じがする。ポケモンたちの社会構造には興味深いものがあるね。群れで行動しているのに、進化して群れを作らなくなるポケモンがいるんだから、いろいろな人がいるように、ポケモンも様々ということだね。今日の研究もとても楽しかったよ。またすぐ会おうね。ポケモントレーナー、またね。ねが多いな。疑問系とねが多い。4ページ目はリワードを受け取るだけです。簡単です。銀牌。そして経験値。そしてここは、ムクホークかな。おお。マジか。外してくるな。こっちがムクホークか。そうかそうか。でもさっきはあそこの位置がね、ムクバードでしたよね。謎すぎる。ゲッチャンス。ムクホークでした。とりあえずゲットしていく。ムックホークのゲットチャレンジはこれが初めてですね。うわぁ。OK グレートです。ゲットしました。ポケモン研究ムックル、これで終わりです。時刻は11時38分。早いです。マックスもゲットしたんでね、いい塩梅のところで切り上げましょう。その前に、映り込みを確認していく。いつもこれ忘れちゃうんですよね。そしてポケモンが出てこない。出てきます。お、ムックルがね、サルビアの畑の中にいます。ほい。怒ってます。僕の畑に来るなって怒ってますね。で、映り込みはこんな感じです。すごいにっこりです。怒りと喜びが共存しております。タイトル、怒りと喜びです。これもゲットしていく。おーっと、色違いじゃないな。あとは園内のポケストップね、回収していきたい。では、サルビア畑の中を切ります。このひまわりは大きくなるのかな。そのうちでかくなった様子をお届けできるかもしれない。これひまわりじゃないのかな。なんだろうこれ。やっぱりひまわりだ。ひまわり育成中につき畑に入らないでください。やっぱりひまわりです。リバードを受け取っていく。この榊はどうでしょうね。ん？うわー、おとりでした。いいんです、いいんです。そのうち気球できますから。おお、すごい爆上げだ。そんなわけでひとまず撮影はこの辺にして、また帰る時に撮影したいと思います。バイ。普通にね、雨水が溜まっただけかなと思ったんですけど、一応水遊び場です。でもこれは本当に雨水だな。本当に遊ぶ時になると、ちゃんと消毒剤入れるんですよ。これは入ってないな。本格的に始まるのは7月20日ですね。ろ過処理をするそうです。榊やってまいりました。飛んで火にいる謎の虫とはこのことです。コウロケット団には勝てないだろう。勝てちゃうんだな。前回と同じでいいのかな。まあいいでしょう。とりあえず最初は猫ですよね。なんて言いましたっけ？ペルシアンじゃなくて、未だに名前が覚えられないっていうね。あ、ペルシアンでいいんだ。明るくて見づらい。やばいな、俺な。まずは一つ。ペルシアン弱いですよね。で、次はもう一発。これでシールドを剥がします。そして最終的に、このシャドーボールを打ち込みたい。いや、ダメだ。全然ダメだ。これはまずいですね。これは選び直さないとダメだな。これでなんとか倒れればワンチャンあります。倒れず。さらに膠着を狙います。硬い。OK です。見えない。まずいぞ。ああ、今、一発が痛い。最後にかける。最後はなんだ？見えないぞ。これダメだったら光いきます。ああ、これか。ラーティオス。ああ、ダメだ。出直しましょう。日陰いきます。黒友が孵化する前に倒したい。フェアリー入れれば勝てそうですね。とりあえずメタグロスとバンギはダメですね。ダメなのを入れてしまいました。これでいきます。おそらくこれで大丈夫。まずはブカリオ。ああ、波動弾だったんだこれ。失敗した。間違えた。グローパンチなんだ。グローパンチにしてなかった。あ、一発打ちたかった。なんてこった。怪力なのに狙撃室に対抗してますね。そんなバカな。OK です。打ちたい、打ちたい、打ちたい、打ちたい。交換です。まあ、いけますね、多分ね。OK です。OK です。余裕でした。いきなり勝とうっつのは難しいですよね。ここは一度身を引こう。ラキオスケートチャレンジ。829。829ってなんだ？あ、これゲット確定だったんだ。しまった。ゲットです。さっきの伝説はゲット確定だそうです。さて、気になる氷河です。ダカ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 ダン。こんなのばっかり。そうそう、ポフィンのスキャンちゃんとやりました。では、ファイヤーに行きます。そうだ、ロケット弾のリワードを受け取っていきましょう。満ターン。ハイパー。塊。そしてリワードを受け取る。激しい戦いだったね、ポケモントレーナー。どんなに手強い相手でも一歩も引かない様子には驚いたよ。お疲れ様。でも油断はできないね。ゴーロケット団がもしウルトラビーストに目をつけたりしたら、それは阻止しなくては。私たちの活動を邪魔されたくない。でもウルトラホールにも注意を払う必要がある。あなたたちの世界にウルトラホールが出現している以上、ウルトラビーストがやってくる可能性はある。というかもう来てますよね。あなたのように頼りになるポケモントレーナーがいれば、それほど恐れる必要もないのかもしれないが、今日はたくさんのポケモンをあなたと一緒に救えてよかったよ。救えてないんですけどね。また会おう、ポケモントレーナー。そのわけで、最後のリワードです。ポン、ポン、ポン。ポン。技マシンスペシャル。技マシンノーマル。そんでもってファイヤーの負荷です。セミが激しくうるさいっすな。日陰にいないと画面が見えないんですよね。ゴー。カラスが喧嘩してた。ではゴーです。ファイヤー。入っていく。フレンドさんと一緒になりました。では20名でバトル開始です。ラム艦隊出撃。うわー、いたた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 。ランパード出てこないうちにもうやりたいそうですよ。消えてる時間の方が長かった気がします。勝利です。 CP は1940。ダメですね。でチャレンジノーマルです。結構上位置が難しいですね、これね。そんな難しかったかな。難しいっていうか思いっきり投げないと届かない。下は大丈夫なはず。ファイヤーのゲットチャレンジこんな難しかったっけな。よいしょ。ああ、届かない。上はダメかもしんない。ゲットできちゃうっていう。レードアワーまでに考えましょう。またグレート狙いでいこうかな。ムックルコミ終了です。最後にアディショナルレードっていうんですかね。それやってから帰りましょう。やったからなんだっていう話ですけど、まあ記念ですね。おそらくもうないかもしれないんでね。記念レイドです。ドーン。出ました、ムックバード。いく。今回はね、そこそこ人がいるので安心です。前回ね、見かけなかったんでね、ちょっと不安でした。では9名でバトル開始です。あっという間でしょう。結構硬いっすな。せっかくなんで強烈アタッカーの座をいただきたい。勝利です。 CP は889。はっはっ9。はっはっ9。強烈アタッカーの座を奪われた。上手がいましたね。では結果画面5。キッチョレンジ。くー。さっさと捕まってほしいとこです。火が出てきました。ゲットです。強化はというわけでこれにて終了です。やりきりました。最初はね、スペシャルリサーチと色違いゲットしたらね、帰ろうかなと思ったんですけど、結局最後までやりました。最後やったなりの結果は出てます。見てください。なんとなんとマックス1体追加です。まさかの2体です。初めてです。前にフレンドさんがここでモンポプラスで3体マックスをポチったってね、聞いてね、そんなミラクルがと思ったんですけどね、それに迫る勢いでした。2体。あと1体がね、厳しいですけどね、やっぱり欲がないと出ますね。しかしガチるポケモンでね、この心持ちになれないですよね。ムックルだからこそのマックスみたいです。色違いも確認してみます。色違いは16体でした。ほとんどモンボプラスです。手でやったより出てるような気がします。まあムックルがね、捕まえやすいポケモンだからモンポープラスに任せたっていうのもありますけど、そんなわけでね、ハードル低めに臨んだらマックス2体に色違い16体、私にしては多い方です。ムックルコミュニティでお疲れ様でした。また別の動画でお会いしましょう。アデュー。